色画用紙の切れ端、どうしていますか？ピンク色の色画用紙の切れ端を使って桜の花を作りました。幅は約2センチ、長さは20センチぐらいのものを5本用意します。これを半分に折ります。開いて折り目のところに糊をつけます。もう一度折ってしっかりと貼ります。5枚とも同じようにします。折り目をしっかりと押さえたら、乾くまで洗濯バサミで留めておきましょう。次におしべを作ります。色画用紙の切れ端か、細いものがあればそれを使ってください。10センチのぐらいの長さのものを半分に折って、細長く切っていきます。端に糊をつけたら、こんな風にねじって貼り付けます。しっかりと押さえてください。これも5つ作ります。乾くまではカッターマットの下などに挟んでおくといいですね。次にお花の台紙を作ります。いらない紙を正方形に切ったら十折りにします。十折りの方法はまた別の動画があるのでそちらを参考にしてください。台紙がなくてもできるのですが、あった方が綺麗な桜の形になります。星型に切ったら、花びらを置くところがよくわかるように、印をつけておきましょう。花びらを作っていきます。糊をつけたらこんな風にくるっと回して、糊付けをします。ここをまた洗濯バサミで留めておきましょう。回して、糊付けします。これを5枚作ります。他の花びらも同じようにします。先ほど作った型紙の真ん中にほんの少しだけ糊をつけて、1枚目の花びらを線に沿って置きます。後の花びらも印に沿って5枚均等になるようにつけたら、そっと剥がします。型紙はまた次の花を作るときに使います。真ん中にたっぷり糊をつけたら、おしべを貼っていきます。これで出来上がりです。おしべと同じようにして葉っぱも作ることができます。帯紙はいろいろに使えます。
捨てずに取っておきましょう。